私の考え方とそれから私の病院でやってるエネルギー学とそれから世界のエネルギー学ということでお話しさせていただきます。でスライドお願いします。エネルギー学はもうすぐあれなんです、私のところに持ってきちゃいますけど、場の医学なんです。やっぱりですね、で場というのは空間と点、これはある本から取ったんですけど、場というものを考えるのは空間をあるもう点の集合に考えればいいわけです。でこの一つ一つの点が何らかの物理量を示している。で一つ一つの点のその振る舞いで一つの場ができるわけですよね。でこういうふうな見方をしていく、我々は体の中もこの場が存在するし、外側の環境にも場が存在して、私たちは自分で場を持ちながら場の中の存在であるということを、まあ、考えていくわけですね。次お願いします。で、これは体をですね、こう輪切りにしたある教科書から撮ったんですけど、絵ですね、肝臓があって、胃袋があって、そこに脾臓があって、まあ、背骨があって、これがあの近代西洋医学が見てきた人体です。そしてそれについてこうきちんとした仕事をして近代西洋医学は大きな功績を残したわけですね。次お願いします。でこれを場として考えるとこういうことになるわけですね。臓器は一回消してしまいます。消してこの輪切りになったところは全部先ほどの点の集合と考えればいいわけです。でそこに 気という粒子があるとすればこれは基盤になるわけですね。でところが、その体の外側にも場があるわけですから、これは皮膚を通じてこう交流してて、こう非常にこの全体の場の中にこのまた場の塊があるというのが、まあ、我々 の、 その体と考えればいいわけですね。